スタートしました。さあ先行争いです。若干ばらつきましたが、まだポジションが定まりませんが、外から内にコースを取るようにリワードアンバル連れて上がっていったのが16番の名将技師が前に、間からは5番のルールソバールも先行体制です。そして間から7番のベストタッチダウンもすっと行為の一角につけました。あとは3番ロードグラスと2番のワイルドカードとつけまして、そのストにすっと4番のクリンチャーが行っています。さらに外からはアナザートゥルース1コーナーカーブし終えて2コーナー、先手を奪った16番の名将技師、逃げてリードは1馬身、これを見るように7番ベストタッチダウンが2番手の位置、内からだ半分差、5番のルールソバール3番手、その後15番のリワードアンバル、間をつくように3番ロードグラスを、外からだ半分差、11番のアナザートゥルースつけています。そしてその直後、若干内目4番のクリンチャーです。さらにその内2番のワイルドカードが続いています。向こう上面の中ほどです。残り1000を通過、あとは9番コマビショー、そしてゼッケン1番ノーブルサターンがいて、その外にいるのが6番のアングライフェンです。そしてその1馬身後方ですが、名将住友が追走して、さらに内からだ半分差、12番のモズアトラクション、3コーナーカーブ残り800切りました。あと10番のサトノプライムがいて、後方展開バラバラ、8番のウェスタールンド後方から2投目、最後方には13番ナムラ嵐です。さあ各馬3、4コーナー中間にかかって600切りました。16番の名将技師が先頭、そしてリードが体半分から徐々に詰まってまいりました。外からは7番のベストタッチダウン、連れてリワードアンバル、さらに外からはアナザートゥルース、そして外からクリンチャー、第4コーナーカーブから直線コースへ向かったところで、今度はリワードアンバルが先頭に立った、リワードアンバルが先頭に立った、しかし外から襲いかかる8番のウェスタールンド、8番のウェスタールンドが襲いかかる、そして間からはスルスルと11番のアナザートゥルース前に接近する、そしてクリンチャー、外をつきましてはゼッケン6番のアングライフェンなど足を伸ばしてくるコマビショ、しかし抜けているのは8番のウェスタールンド、1馬身半とリードを取った 2,3 番手接戦、先頭はゼッケン8番ウェスタールンド5輪、2番手3番手4番手3頭びっしり勝ちましたのは8番のウェスタールンドです。